ッシュ、眠気覚まし、どこでも買える3拍子揃ったコーヒーはダイエットにも効果的と言われているので、毎日飲んでいる方も多いのではないでしょうか。ですがちょっと待ってください。あなたが毎日飲んでいるコーヒー、本当に大丈夫ですか？もしかしたらそのコーヒー太る毒コーヒーかもしれません。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。今回の動画では、これ知らないとコーヒーダイエットは全て無駄という衝撃なお話をします。でも安心してくださいね。私がお伝えするあるものを加えるだけで、太る毒コーヒーから痩せ薬の魔法のコーヒーへと生まれ変わるお話です。また動画の最後に特別なプレゼントを用意しています。実践的なダイエットのアドバイスを無料でお受け取りいただけます。特にご覧いただきたい有益な情報になっていますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では目次1、コーヒーのデメリット。目次2、痩せるコーヒーの選び方。目次3、痩せるおすすめのコーヒー。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康で綺麗に痩せて輝く女性を増やしていきたいって思いを込めて配信しています。ぜひチャンネル登録していただきお役立てください。では早速お伝えしていきます。目次1、コーヒーのデメリット3つあります。これ知らないと太るので、最後までチェックしてくださいね。コーヒーのデメリットその1、体を冷やすので太る。なんでコーヒー飲んだら体が冷えてしかも太っちゃうのって思いますよね。その理由は3つ。理由1、自律神経バランスが崩れるから。コーヒーに含まれるカフェインを大量に摂取すると自律神経のバランスが崩れてしまいます。すると体温調節がうまくいかなくなって、手足の血流が悪くなるので、結果体が冷えてしまいます。体が冷えると代謝が落ちるので、ますます太りやすくなってきます。例えばお風呂上がりなのに手足やお腹に触れると冷たいなと感じることないですか？また基礎体温が36度ないなど、これが普通だなんて思っている低体温の方はかなり体が冷えているサインなので要注意です。理由に、利尿作用があるから。コーヒーに含まれるカフェインには利尿作用があります。この作用によって取りに行く回数が増えるので、体内の水分がどんどん出ていきます。すると体の熱を体外に出すのも早くなるので、その結果体温が下がり冷えてしまいます。例えば今めっちゃくちゃ暑いですよね。私たちは汗をかいて体から水分を出すことで体を冷やそうとしますよね。コーヒーを飲むとこの体のシステムと似たようなことが起こるんだなと思っていただくとイメージしやすいと思います。理由3、低血糖になりやすいから。コーヒーを飲むときに白砂糖やグラニュー糖を入れる方は要注意。砂糖は体内に入ると血液中にすぐに吸収され、血糖値の急激な上昇と降下を繰り返します。するとインスリンが大量に分泌されて低血糖になります。低血糖になるとますます甘い飲み物や食べ物が欲しくなります。甘いものは体を冷やす原因となり太ります。コーヒーのデメリットその2、貧血になって太る。コーヒーを飲んで貧血になったら太るの？と驚いた方もいらっしゃると思います。どういうこと？って思いますよね。それはコーヒーの飲みすぎによって鉄欠乏性貧血を引き起こしてしまう可能性があるから。その原因はコーヒーに含まれるタンニン、渋みを持つポリフェノールの一種です。タンニンは鉄分の吸収を阻害してしまう性質があるんですね。鉄分の摂取量が不足していると血液中のヘモグロビンの生成がうまくされなくなります。ヘモグロビンは体内に酸素を運ぶ役割がありますが、ヘモグロビンの減少により十分に酸素が体内に運ばれなくなり、結果貧血を引き起こしてしまうんです。このように貧血になると全身の細胞が酸素不足になり、体脂肪をうまく燃やすことができなくなります。その結果代謝が落ち、太りやすい体質になります。なのであなたがどれだけ一生懸命運動したり食事制限をしても貧血だと痩せにくい体になってしまうんです。これはショックですよね。厚生労働省によると貧血の女性は10人に1人、月経中の女性は5人に1人と言われています。女性は特に健康診断なので貧血ですと言われる人が多いのではないかなと思います。このように貧血に悩んでいる人はどうすればいいかというと、鉄分の吸収を良くするためにも食事の1時間前後はコーヒーを飲まないなど飲むタイミングを変えてくださいね。コーヒーのデメリットその3、コルチゾールが増えて太る。何それって思いませんでしたか？難しくないのでちょっとだけ聞いてくださいね。コーヒーを飲むとなんとストレスホルモンであるコルチゾールが増えるんです。
リラックスしたくて食後にコーヒー飲んでるのに逆効果なのって思いますよね。そうなんです。このストレスホルモンが増えると厄介なのが基礎代謝が落ちる、脂肪が燃えにくい体質になる、しかも通常よりも多くのインスリンが分泌されます。インスリンは別名にデブホルモンと呼ばれていますが、余ったエネルギーを脂肪として溜め込む性質があるので、結果脂肪がつきやすくなってしまうんです。以上3つがコーヒーのデメリットです。コーヒー好きの方にとってはあまり嬉しくないお話だったかなと思います。でも大丈夫です。太る原因はよくわかった、でもコーヒー好きだしやっぱり飲みたい、やめたくないなって思いますよね。そこでそんなあなたにおすすめの目次に痩せるコーヒーの選び方についてお話します。結論、安全なオーガニックコーヒーを選ぶ。なぜだと思いますか？その理由はこれ以外のコーヒーは残留農薬で太るから。ご存知ですか？実はコーヒーは食品として世界第1位の農薬使用量の作物なんです。農薬の危険性については発がん性や体調不良など体に悪い影響を及ぼすというのはご承知の通りなんですが、このこととダイエットと関係があるのって思いますよね。そうなんです。太る原因はカロリーだけではないんです。農薬などの毒素が体内に入るとホルモンの働きが乱れて体内に炎症が起こります。その結果代謝が落ちて太る、しかも体も壊すという負のスパイラルです。今の時代どんなに気をつけていても毒素を完全に体に入れないようにするのは不可能ですよね。だからこそ毎日飲むコーヒーから農薬を体に入れないことが大切だと私は思います。では具体的にどんなコーヒーが安全で痩せるのって思いますよね。そこでここからは牧師さん痩せるおすすめのコーヒー、それはオーガニックコーヒーにあるものを入れて飲むだけです。オーガニックコーヒーとは農薬や化学肥料を使用しない方法で栽培されたコーヒーのことですね。日本のオーガニックコーヒーには農林水産省が制定した JAS 規格に適合するかどうかの検査があって、それに合格すると有機 JAS マークをつけることが認められます。3年以上前から化学肥料や農薬を使っていない農場で作られた作物であること、遺伝子組み換え費用は使われていないものなどが条件ですね。例えばどんなコーヒーかというと、こちらイオントップバリューグリーンアイシリーズのオーガニック&フェアトレードモカブレンドのドリップコーヒーなんですけど、ここに有機ジャスマークがついていて、しかもフェアトレード商品なんですね。今はパッケージがリニューアルになって紙の箱になっていますよね。こんな公正で環境保護や開発途上国の発展に貢献できるような商品って応援したくなりませんか？もちろんメーカーは問いません。購入するときはこの有機ジャスマークがついているかどうかをしっかりチェックして購入してくださいね。では痩せるコーヒーが分かったところで、でもコーヒー飲めば結局デメリットがあるんだから飲まない方がいいんじゃないって思いますよね。そこで痩せる飲み方をご紹介しますね。私はどうしているかというと、オーガニックコーヒーと体を温めるためにこれシナモンを使ったフレーバーコーヒーを飲みます。シナモンは漢方で日記とか経費と呼ばれていますね。シナモンは体を温めて血液の循環を良くする効果があり、冷え症の改善になるんですね。ちなみに私が使っているシナモンは SB 食品さんの有機シナモンパウダーです。こちらも先ほどお話しした有機ジャスマークとフェアトレードがついている認証のものですね。そしてこちら2つを使ってシナモンコーヒーを作っていくんですけど、作り方はとっても簡単。ホットコーヒーにシナモンパウダーを適量入れるだけで完成です。これなら職場や出先でも持ち運びに便利なので、いつでもどこでも簡単にシナモンコーヒーが飲めるっていうね、本当におすすめのアイテムです。あと飲み方のポイントですけど、アイスコーヒーは体を冷やすので NG、 飲みすぎも NG です。ホットシナモンコーヒーを1日1から多くても2杯までがベストですね。今回お伝えしたことをぜひ実践していただいて、私はこんな風に飲んでますなど、他にもおすすめのコーヒーがありましたらぜひコメントで教えてくださいね。こちらの LINE 公式ではあなたの人生を変えるほどの気づきを与えるための動画をプレゼントします。それは10年間太り
続けた40代50代の女性、私の生徒さんが1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、そしてウエストマイナス35センチを達成するために実践した腸活ダイエットの方法を解説した動画7本。この動画の内容であなたが痩せるための気づきを得たら1ヶ月後あっという間に痩せてしまうための内容だと自負しています。プレゼントの受け取りは概要欄の公式 LINE から受け取れます。その他にも公式 LINE ではダイエットの実践に役立つ1ヶ月で痩せ体質になるための食べて痩せる1ヶ月分、合計90食分の腸活メニュー、自分の体質に合わせたダイエットのためのチェックリスト、今日からすぐに実践できる腸活ダイエットのレシピ、これらの特典も含めて合計15大特典を無料プレゼントいたします。これらの15大特典は私の公式 LINE で無料で受け取れますので、動画下の概要欄からぜひ登録してみてください。この他にもこのチャンネルでは腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をできるだけ分かりやすくお伝えしています。ここでご紹介する内容を実践していただくと腸内環境が整って根本的な痩せ体質だり理想の姿を取り戻すことができます。運動中や家事育児中に聞き流すだけで OK。まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録やその隣のベルマークをクリックしていただき活用していただけたら嬉しいです。コーヒーのデメリットは1、体を冷やす、2、貧血になって太る、3、ストレスホルモンのコルチゾールが増えて太るでしたね。痩せるコーヒーの選び方はオーガニックコーヒーを選ぶこと、痩せるおすすめのコーヒーはオーガニックコーヒーにシナモンをプラスして1日1杯から2杯を本当に飲むことでした。この動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンや実際に取り組んでみた感想などぜひコメントでシェアしてくださいね。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をお伝えしますので、ぜひチャンネル登録をしていただきお役立てください。それでは次回の動画でお会いしましょう。